ヨーゼフ・レビーンは、ユダヤ系ロシア人、ピアニスト・ピアノ教授。ロシア5名、ヨシフ・ワルカディエビチ・レビン。ウクライナの音楽家の家庭に生まれ、モスクワ音楽院で、ワシーリー・サホーノフに支持。14歳で、ベートーベンの、ピアノ競奏曲第5番皇帝を演奏して、公開デビューを果たす。その時の指揮者は、レビーンが崇拝してやまないアントン・ルビンシテインであった。 1892年にモスクワ音楽院ピアノ科を同級生にアレクサンドルスクリアービンとセルゲイ・ラフマニノフがいる中、大金メダルを得て卒業。1898年に同窓生ロジーナ・ベッシーと結婚。ロジーナ自身も卒業時に大金メダルを受賞したピアニストで、結婚後はヨゼフが他界するまで、夫妻で共に演奏会を行った。ユダヤ主義の風潮や、 ロシア革命の最初の兆候に直面すると、レビン夫妻は1907年にベルリンに移り、同地で、ヨゼフ・レビーンは当時の主要な名ピアニストの一人にして、主要なピアノ教師の一人と評価された。第一次世界大戦勃発により、レビン夫妻は適正外国人としてベルリンで遊兵され、1917年の ロシア革命では、ロシアの銀行に残してきた預貯金を失い、しかも戦争のために演奏会を開くこともできず、数年にわたって、一握りの生徒から得られる、謝礼金でここをしのがねばならないほど困窮した。デビーン夫妻は、ついに解放されると、1919年にニューヨークシティを目指して、ドイツを去り、ジュリアード音楽学校で、ピアノ教育の傍ら、演奏活動を追求した。 ヨゼフ・レビーンは同時代のすべての名ピアニストから究極の技巧家とみなされたにもかかわらず世間一般に対して成功したピアニストであったとは言えない。おそらくは演奏よりは教育を楽しむようになっていたからだろう。レビーンは1924年に小著『ピアノ双方の基礎原理を執筆。これは古典的な教本とみなされている。演奏活動と指導の日々は 1944年70歳の誕生日を目前にニューヨークで心臓発作から休止するまで続けられた。ヨゼフレビーンはごくわずかなアコースティック録音を残したに過ぎないが、それらは技術的な完璧さと音楽の優雅さのまさに息を呑むような実例となっている。ショパンの練習曲作品25の数曲やアドルフ・シュルツ・エブラー編曲によるヨハン・シュトラウス2世の 美しき青木ドナウはピアニストやトーリの間で伝説的演奏として語り継がれてきた。辛口の音楽評論家ハロルド・シー・ショーンバーグによると、レビーンの音色はいわば昭和する明けの明星である。演奏技巧はヨゼフ・ホフマンやラフマニノフの指に照らしてみても遜色なく音楽性は繊細そのものであった。ロジーナ・レビーンはヨゼフの死後も ジュリアード音楽学校で教鞭を取り、1976年に98歳で、没するまでアメリカ合衆国において、ピアノ演奏とピアノ教育の第一線に立ち続けた。ロジーナの数多くの門弟のうち、とりわけ世界的に著名なのは、バンクライバーンとジョン・ブラウニング、ラルフ・ボタッペック、ジェームズ・レバインである。ロジーナ・レビーンは戦後にバンガード・レーベルに、 ショッパンの録音を残している。日本人では中村博子がロジーナ門下の一人である。ありがとうございます。